どうもー、メイキングでーす。あ、すいません。間違えちゃいました。メイクイーンの夫になってしまいました。改めまして、ボンジュー、パルルチャンネルのソヘイです。今回の動画なんですけども、11月の21日の火曜日から、ジャンプショップっていうね、週刊少年ジャンプで連載されてる漫画の、このグッズがいっぱい販売してる、そういうポップアップストア、みたいなグッズが売ってるお店がね、全国にあるんですけど、11月の21日から、俺が今ね、一番大好きな、坂本デイズっていう漫画のフェアが始まるということで、早速ね、初日に、フェアが始まった初日に行ってきたんで、そこでね、何個かグッズを購入してるんで、まあ、今回はそれの開封とか、そういうのを自分が買った商品を紹介していけたらなというふうに思います。まあ、早速一つ目紹介していくんですけども、まずはこちらでございます。これね、何かと言いますと、こちらですね、坂本デイズの主人公、坂本太郎っていう名前なんですけど、彼がね、つけてるメガネの拭く、坂本のメガネ拭きっていう、商品名 ついてんねんけど、まあ、こちらになります。1個目。でね、これまだ開けてないんで、ちょっと開けますね。で、まあ、こんな感じで、中身は本当に、メガネ拭きっていう感じで。で、まあね、この動画見てる人、わかると思うんだけど、これ結構メガネ、家でもね、メガネかけてるし、で、外でもね、普段はコンタクトやねんけど、まあ、日によって、大学の授業が1個しかないやつ、日とかは、メガネで、打ったりするので、こちらのメガネ拭きはすごい重宝するなと思います。そして2つ目なんですけども、こちらのですね、坂本デイズのオーロラステッカー3枚セットということで、でね、これはね、絵柄が今俺が持ってるやつと、あとね、2種類ぐらい、他にももう2種類があって、すごいどれもかっこよくて、で、まあ俺自身、どれを買おうかなってなった時に、まあ、一目見て、やっぱりこの、ね、見てる人ならわかると思うんですけど、この JCC 時代の3人が揃ってるっていうのと、オーダーがね、ものすごいかっこいいっていうので、これが決め手になりましたね。で、これ最初に見た時に、なんかもうすごいかっこよくて、でも値段見ずに 買ってしまって。だから契約書特に読まずにサインしてしまう人みたいなことになってるのでね、同志社大学法学部生からのお願いというか注意喚起として、まあ、しっかり値段も見て、で、もし契約するときはね、しっかり契約書の中身まで目を通しましょうということでして。で、まあこちら、このステッカーになって、でね、オーロラステッカーなんでね、こんな風にキラキラ輝いてるんですよね。これがすごい、かっこいい。キャラもすごいかっこいいし、デザインも最高。で、その上光ってるっていうね。少年心くすぐるね。レイアウト。光らせとけばいいやろ、みたいな。そういう安直な考えが、しっかり僕に刺さってます。三つ目なんですけども、こちらのね、アクリルキーホルダーございます。で、このアクリルキーホルダーが、実は全8種類ございまして、こちらのね、全8種類のラインナップになっております。で、こちらのアクリルキーホルダーなんですけれども、何が出るかわからない、つまりランダムになってるということで、今からね、開封していきたいと思うんですけども、まあ、このラインナップの中で僕がね、一番好きと言いますか、まあ、俺が一番推してるキャラクターはやっぱり主人公のね、坂本太郎が出てくれたら嬉しいなと思います。あとは、ね、オーダーのね、南雲くんとかね、ものすごいかっこいいんで、坂本太郎か南雲の2種類が出たら、俺にとっては万々歳ということで、まあ何が出るかお楽しみにということで、今から開けちゃいます。1つ目は、オーダーの神々くんでございます。いやね、でもまあ神々もすごいかっこいいし、キャラ的にもね、すごい魅力的なんで、まあ全然。結局ね、何や言うて、ね、
坂本デイズのファンなんでね、何が出ても嬉しいんでしょうね、きっと。こちら、ししばくんでございます。で、裏、こんな感じで。これはね、ネタバレになっちゃうんで、詳しくは言えないんですけど、10巻、11巻あたりでの、あれですね、きっと。シーンを使ってますね。今、アクリルキーホルダー1個目が、オーダーのししばさんということで、残り1つ、何が出るかなということで、開封していきましょう。出ました。2つ目、南雲くんでございます。いやね、よかった、本当に。本当によかった。これ嬉しいですね、これ、南雲くん出て。オーダーの中でもね、別格の強さ、誇ってる彼でございますけれども、やっぱりなんといってもね、ひょうひょうとしたキャラでありながら、しっかり強いというところが、ものすごく魅力を感じるポイントでございます。では、こちら、南雲くんのね、裏が、こんな感じで、これはね、あれですね、まあ、これもネタバレになっちゃうんで、詳しくは言えないんですけど、あとね、5巻か6巻。確か6巻やったような気がするんですよ。その時の、ワンシーンを切り取ってますね。非常にかっこいい。これがね、大きさがね、うまく伝わるかわからないんですけど、俺の手のひらに対してこれぐらいのサイズで、だからね、思ってるよりかは、ちょっとデカめ。で、裏表でしっかり楽しめるっていう部分。で、アクリルのキーホルダーなんで、チェーンとかと違って、まだ、外れにくいんで、本当にね、自分の好きなね、どこにでもつけて楽しめるっていう、そういう面でも非常にポイントが高いと思います。ということで、二つ目、こちらでございます。アクリルキーホルダー。ししばと南雲という、二つともオーダーのね、人間で。はい、ということで、とりあえずね、今日っていうかね、俺が買った商品はこれで全てなんですけども、なんかジャンプショップでね、1500円ごとに買うごとになんか、記念のポストカードかなんか、ポストカードじゃないか、なんかついてるみたいで、で、俺のね、お会計がね、なんか3900円ぐらいだったんで、2枚ついてるんですけど、これもね、最後に開けて、開封して、お見せして終わろうかなと思います。坂本商店フェア2023って書いてます。とね、平介くんが出ましたけども。ね、平介くんは、一流のスナイパーってね、本当にね、狙撃能力に関してはもう作中ナンバーワン、誇ってる。めちゃくちゃね、いいキャラしてるんですよね。だからすごいかっこいいしね。で、裏こんな感じで。坂本デイズらしい。2枚目、南雲ってことで。すごいね、南雲を推してる南雲がなんかすごい出てくれる。嬉しいっちゃ嬉しいけどね。なんか逆に引きが良すぎて怖いですね。で、ね、裏はまあ、さっきと一緒なんですけど、表こんな感じで。これもね、ネタバレになるんであんまり言えないんですけど、すごい、なんていうか、彼らしい戦い方というか、本当にね、かっこいいところでございます。はい、ということで、本日の動画は本当にね、俺の好きなものをただ紹介しながら喋っていくっていう、そういう動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。このね、坂本デイズのフェア自体は期間が決まってるんですけど、これからね、アニメ化とかされたら、もっと人気が出てくると思うし、俺の動画もね、こいつが今言ってることが全くわからないっていう方でも、坂本デイズの人気が上がるにつれて、俺のこの動画もきっとね、認知してくれる可能性も広がるんで、まあ、皆さんね、よかったら坂本デイズね、呼んでほしいなと思います。